はい、久々のですね糸巻き動画になります。今回はですね、日立沖の石投げねを狙っていくということで、今まで使っていた押し味がの1500番クラスとかがですね、あと2000番もですね、ちょっとどうしても非力だということですね。で出るサイズも、現にね 今現在30キロオーバーとかね、下手すると40、50キロオーバーの石投げが狙えてしまうということで、だいたいメインラインを3号以上で3号4号リーダー80ポンド、18号20号ぐらいつけて、だいたい300グラムぐらいのメタルジグを使っていくという釣りですね。で水深がだいたい80メーターから100メーターぐらいを中心に狙っていくということで、キャプチャー50こちらにですね、アバニー 10×10 の、3号をですね600メーターぴったり入れて、次回の兆候に挑むということなので、これから巻いてみたいと思います。でですね、スプールが、寒い時にね、使うとスプールがですね少しこう金属が痩せてしまってですね、スプールの中のラインが、ちょっとね空回りしてしまうという現象が、あることを想定してですね、本当に軽くですねこんなもんです、こんなもん本当にこんなやびきぐらいなんですけれども、ナイロンのね糸を少し下巻きとして接続します。これねごめんなさいね、これをね少しこんな感じに接続します。電車結びですね。で今ね使っているこの糸は、ナイロンの5号ですね、約20ポンドです。普通のね普通の量販店で売っている安いねセール用の糸ですね。だから実際に釣りに使うのはどうなのかなっていうぐらいのレベルのものです。そういうのでね全然いいんでね、これを電車結びで結んであげます。こんな感じですね。チョキッとで、こちらのナイロンラインの方をスプールに結びつけて糸を巻くという感じですね。確かに確かにそうですね。日立だとあれですかね、やっぱりちょっと深場が遠いんですかね。ね、結構フラットですもんね、あそこね。結局日立から出ても、うん、結構北の方に上がるから。うん、確かにそうですよね。あんまりそれがどれだったら平川から出ればいいんじゃないという、うん、なるほどなるほど、確かに。今ですね、こんな感じにですね結びましたね、ナイロンラインを接続して、でこの状態ですね。でここから P ですね、ちょっとここから P になりますんで、これを巻いていきます。ちょっと圧をね、テンションの圧をちょっともう一回かけ直します、はい、ということですね。300-600m スタートねします。でこのタイプのリールですけれども、ね、簡単に説明すると、まあ、こんな感じでロットあるじゃないですか。ロットに対してストライクポジションと言われるレバーの位置がねこういう感じ、ロットに対してほぼ垂直の状態にレバーをした時に、ここの段階でドラッグが何キロかかるかってことなんですね、グリグリっと。で、セットするときですね、このドラッグセットをするときに必ずレバーは一旦下げます、フリーにします。フリーにしてこのタイプだと金色のこれノブがプリセットノブって言うんですけど、ここを回します、時計回りに。でもう一回ストライクまで立ち上げてドラグの効き具合を見ていきます。で特にですね今現在、糸を巻く段階でドラグが緩いと単純な話こう滑っちゃうわけですね、こういう感じにね。で滑らないようにするためにここでだんだんドラグをまた圧かけていくんですけども、レバーを戻さない状態でこれを回すということはできないです。だからレバー必ずフリーにしてここを回してあげる、弱めるときも一緒ですね。 とにかくレバーを一旦フリーにしてドラッグ調整をしていくっていうのも基本になりますんで、これだけね使ってる人ね壊さないようにやってください。もうちょっと圧かけてもいいかな。これねこのリール力があるんで、結構ドラッグ圧かけてるんですけど、結構余裕で負けちゃうんですよね。もうちょっとですね、いいですね。
でこのキャプチャーの50シリーズだとですね、だいたい3号600メーターぐらい入りますね。3号600メーター基本的にはね、オシアジガーの2000番と同じラインキャパシティなんですけれども、ドラグがだいたいですね20キロちょいぐらいかかりますね。もうドラグの構造が違います。なのでオシアジガーの2000番クラスでさらにドラグ圧だとかパワーをねもうちょっと求めるような追従の時にはキャプチャーなんかの、ね、選択がすごくいいと思いますね。でこのリールを、使って、釣る魚で、まあ、一般的なものは、ヒラマサ、カンパチ、あとは、トンジギ、あれですね、ビンチョウマグロ、あとはキハダですね、キハダの、ね、ジギングあたりが結構いけちゃいますね。で今回ねその日立沖の、石投げということで大きさ自体が魚の大きさ自体がやっぱり30キロクラスとかがね普通に出る、魚なので、これぐらいのリールを、しっかりしたねドラッグがかかるものを用意していくっていうのが、鉄板になってきますね。であとですねこのハンドルノブを、TB1 にね変えたいというお客さんね、いらっしゃいます。要望でね、ビッグゲームの方ではですね、TB1、こちらに、合わせるためのねベアリングキットには、リブレの TB1 ダイワ L の、ハンドルノブをチョイスしてもらって、ここの両サイドね、ここの2箇所に入るベアリングは、ビッグゲームの方でねベアリングキットとして売ってますので、そちらをお買い求めください。ちょっとね、600メートルありますんでね長旅になりますんで、少しねこれからちょっとワープしたいと思います。ねお盆ね確かに今ちょうどまあまあもちろんそうですけど、ね、無駄な接種はしちゃいけない。ただあれですよね本当に8月の14、15、16あたりですもんね一番影響出るのね。もういっぱいみたいなんで。あ、そうなんですか。1週間前に残り1名ぐらい。はい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 、そうなんですね。そうなると、もう9月に入っちゃうな。1回とりあえずあれですね、海は本当リセットしてもらった方がいいですね。ちょっとね、水温が高すぎますね、すべてにおいて。一気に釣り物がうわーってねこう爆発的に増えてくれればいいんですけどね。あとはちょっとまあ、今日はそもそも夜イカの予定だったので、朝暑いから夜の予定だったので確かに夜イカの予定だったんですけどまあそれだけじゃなくてね、なんか北島原さんの受けるカツオキャスティングとか。ああそうですね、なんか釣れてましたよね。物が合わないと食わない。見ました、そのブログが、左右非対称のピンクの軸がダメだとかって、あれは何のこと言ってるんですか、TG ベイトのこと言ってるんですかね。TG なんじゃないかな、多分。TG ベイトが食わないときはスキルで、スキル食うときは TG ベイト食わないっていうのがあるので、確かに TG ベイトしか持ってなかったら、もうそのパターンじゃなかったら、確かにね、おでこになるかもしれないですね。左右非対称のピンクで爆発的に釣れたというとなるとやっぱ TG なんじゃないかと思うんですけどね。どうなんでしょうね、定かではないけど。ただなんかカツオもあるんじゃないですか、この台風7号の通過後に一気になんか食い出すんじゃないですか、ブワーッて。少なからずともなんかこうここまで雨が降らないで風も吹かないとやっぱりこう海の中が多分分かんないですけど、こう表層と中層っていうのがもう多分相当何かがずれちゃってるような気がするな。まあ2枚以上ですよね完全にね。カツオは表層だから。うまい感じにこう本当混ざってもらって少しこうリセットしてもらった方がいいですね本当ね。カッチカチですね、カッチカチ。カッチンカッチンです。アバニーの転売店だと、オシアジガーの2000番で約540メーターぐらい、ね、入ります。で、
ここのキャプチャーがね、基本的にはね2000番と同じ、糸キャパシティなんですね。で多分ね3号が 600m ねぴったり入ったはずなんですね。ということで、ね、今ね3号が 600m ね巻いております。3回目ですとかだと、全然釣れなんかヒラメ揚げとかも新たに釣れるけど、はいはい、なんか全然なんかイチナギはまだキャッチしてないとか、うん、いやかかりますよね。でも常磐道っていうのは結構一本道だから ね結構ねアクセス的にはいいですよね。うん、しかもなんかインター降りてからも結構近いんで、うん、確かにアクセス結構ね抜群にいいですよね。あ、それでもやっぱつくばから1時間ですか、大体。もうそろそろ終わりですね。あと50メーターぐらいかな。ぴったりですね。少し抜いてもいいかもしれないですね、うん、はい、できました。こんな感じですね。ぴったりです。完成です。いかがですか。素晴らしい。バッチリですか。バッチリですか。これで次はでかい石投げをぜひともキャッチしてください。ありがとうございます、うん、いいですね、キャプチャーの2023年限定モデルですね。こちらに今、アバニージギングね3号転売店、転売店の3号 600m ですね。こんな感じにぴったり収めてみました。でかなりですねテンションね入ってますね。あのガッチガチです。でこんな感じでねこの状態が、差し支えなく問題ないという人もいればこれはちょっと入りすぎだなっていうね人もいますので、あとはね自己判断でねある程度こう 20m 30m 抜いちゃってもいいのかなと思いますね。で大体押し味がのね2000番と同じぐらいのラインキャパシティって言ってたので大体押し味がもですね 540m ぐらいがねちょうどいい感じに収まりますんで、キャプチャーの50のねこれぐらいで540ぐらいがいいのかもしれないですね。はい、ということです。次回の糸巻き動画もお楽しみに。